アイオワ州立大学のアタナソフベリーコンピュータのレプリカ1946年に制作されたエニアック17,468本の真空管を使用した。真空管式コンピュータ、または第一世代コンピュータとは論理回路に真空管を使用したコンピュータである。多くは後に登場したトランジスタコンピュータに置き換えられたが、 真空間式コンピュータは1960年代に入ってからも製造され続けた。これらのコンピュータはほとんどが一点ものだった。クロスカップル真空間アンプによりパルス列が生成されることが1918年にウィリアム・エクルズとカイダ・ブリュー・ジョーダンによって発見された。この回路がフリップ・フロップの基礎となり、二つの状態を持つ回路が 電子式デジタルコンピュータの基本要素となった。アタナソフベリーコンピュータは1939年に最初にデモンストレーションされたプロトタイプで、現在では世界初の真空間式コンピュータとして記録されている。しかし、線形方程式形を解くことができるだけで、汎用的なコンピュータではなく、信頼性もあまり高くなかった。 ブレッチリーパークのコロッサス第二次世界大戦中、イギリスではコロッサスなどの特殊用途の真空管式コンピュータを使用してドイツと日本の暗号を解読していた。これらのシステムによって収集された軍事情報は連合国の戦争遂行に不可欠なものだった。1台のコロッサスには1600から2400本の真空管が使用されていた。 この機械の存在は秘密にされており、1970年代まで一般の人々はその用途を知らなかった。アメリカでは第二次世界大戦末期にエニアックの開発が開始され、1945年の戦争終了後に完成した。開発のきっかけとなったのは大砲の斜標の計算だったが、エニアックの最初の用途の一つには水爆開発に関連した計算もあった。 エニアックは電子的に保存されたプログラムではなく、プラグボードとスイッチでプログラムされていた。戦後、エニアックの設計を公開した一連の講演会や、ジョン・フォンの未満によるエニアックの後継機の予見可能性についての報告書、エドバックに関する報告書の第一走行が広く配布され、戦後の真空間式コンピュータの設計に大きな影響を与えた。 1951年に世界初の商業用真空管式コンピュータフランティーマーク1が開発された。最初の量産型コンピュータは1953年の IBM650 だった。真空管は大量の電気を必要とした。1946年のエニアックには17000本以上の真空管が使用されており、平均して2日に一度は、 真空管の故障に見舞われていた。エニアックの稼働時には1 5 0ットの電力が消費され、そのうち8 0ットが、加熱管に4 5ットが、直流電源に2 0ットが、換気用送風機に5キロワットが、パンチカードの補助装置に使用されていた。テキサス A&M 大学の IBM650、コンピュータ内にある数千本の真空管のうち、 どれか一本でも故障するとエラーになるため、真空管の信頼性が非常に重要視されていた。コンピュータ用に標準的な受信管よりも高い基準の材料を使用し、検査と試験が行われた特別な品質の真空管が製作された。真空管式コンピュータの構築には大きく分けて二つのタイプの論理回路が使用された。非同期型と同期型である。 非同期はロジックゲート間とゲート内の接続に抵抗のみを使用していた。論理レベルは大きく分離された2つの電圧で表現されていた。同期型では各段がトランスやコンデンサなどのパルスネットワークで結合されている。各論理素子にはクロックパルスが印加される。論理状態は各クロック間隔の間のパルスの有無で表される。 非同期設計は高速に動作する可能性があったが入力から安定した出力までの論理パスの伝播時間が異なるため論理の競合から保護するための回路が必要だった同期システムではこの問題を回避できたがクロック信号を分配するための回路が必要となった直接結合型論理ステージは部品値のドリフトや小さなリーク電流に対して多少敏感だった動作が 理算的であるため、ドリフトによる誤動作に対しては、かなりの余裕があった。同期式の例としては、MIT の r ウィンドがある。イアスマシンでは、非同期の直接結合型ロンリステージが使用されていた。真空間式コンピュータは主に、スイッチング及び、増幅素子として3極間や5極間を使用した。特別に設計されたゲート用真空間は、 類似した特性を持つ2つの制御グリッドを備えており、に入力ゲートを直接実装することができた。I、大デバイスを駆動したり、ラッチやホジレジスタの設計を簡略化するために、サイラトロンが使用されることもあった。多くの場合、真空間式コンピュータは、&OR 論理機能を実現するために、個体素子ダイオードを対応し、ステージ間の信号を増幅したり、 フリップフロップ、カウンタレジスタなどの要素を構築するためにのみ真空管を使用していた。固体素子ダイオードによりマシン全体のサイズと消費電力が削減された。エドサックの水銀遅延戦初期のシステムでは最終的に次期コアメモリに落ち着くまでに様々なメモリ技術が使用されていた。1942年のアタナソフベリーコンピュータは 数値を二進数として回転する機械式ドラムに格納し、1回転ごとにこの動的なメモリを更新するための特別な回路を備えていた。戦時中のエニアックは20個の数字を記憶することができたが、使用されていた真空管レジスタは高すぎて、それ以上の数字を記憶できるような機械を構築することができなかった。もっと経済的なメモリが開発されるまでは、 プログラム内蔵方式は実現不可能だった。IBM701 のウィリアムス艦、モーリス・ウィルクスは1947年にエドサックを開発したが、これは水銀遅延線メモリを搭載しており、それぞれ17ビットの32ワードを記憶することができた。遅延線メモリは本質的に直列に構成されていたため、マシンロジックも同様にビット直列になっていた。 水銀遅延線メモリはプレスエッカートがエドバックやユニバックアイで使用していたものでエッカートとジョン・モークリーは1953年に遅延線メモリの特許を取得した遅延線ノビットは一定の速度で移動する媒体中の音波として記憶される1951年のユニバックアイは7つのメモリユニットを使用しておりそれぞれが18列の水銀遅延線を含み 120ビットが格納できた。これにより平均アクセス時間300マイクロ秒で1000ワードのメモリが提供された。ウィリアムス管は世界初の真のランダムアクセス可能な記憶装置だった。ウィリアムス管は陰極戦艦上にドットのグリッドを表示し、各ドット上に静電気の電荷を発生させる。各ドットの位置の電荷は ディスプレイのすぐ前にある薄い金属シートによって読み取られる。1946年にフレデリック・カーランド、ウィリアムスとトム・キルバーンがウィリアムス管の特許を申請した。ウィリアムス管は水銀遅延線よりもはるかに高速だったが信頼性に問題があった。ユニバク1103はそれぞれ1024ビットの容量を持つ36個のウィリアムス管を使用し、 全体で1024ワードのランダムアクセスメモリを実現した。IBM701 のウィリアムスカンメモリのアクセス時間は30マイクロ秒だった。次期ドラムメモリは1932年にオーストリアのグスタフ・タウシェクによって発明された。次期ドラムメモリは強示性の記録材料でコーティングされた高速回転する大きな金属製のシリンダーで構成されていた。 読み書きを行う一列の磁気ヘッドがドラムに付属していて各ヘッドに対応してトラックが存在した。ドラムコントローラーは適切なヘッドを選択しドラムを回転させてデータを読み書きした。IBM650 の磁気ドラムメモリは1000から4000ワードで平均アクセス時間は2.5ミリ秒だった。18-24ビットの磁気コアメモリ。 右下は大きさの比較のために置かれたクォーター効果時期コアメモリは1951年にアンワングが特許を取得したフェライトコアに情報を記録し中に通した電線で情報を読み書きした各コアは1ビットを記録するコアは2つの異なる方法で磁化することができコアに格納されているビットはそのコアの磁化方向に応じて0か1かを表す電線は 個々のコアを1、または例に設定し、選択された電線を通して、適切な電流パルスを送ることで時価を変更することができる。次期コアメモリは、それまでよりも、はるかに高い信頼性に加え、ランダムアクセスと高速化を提供した。次期コアメモリは、登場して、すぐに、コンピュータで使用されるようになった。MIT、IBM のワールウィンドでは、当初のウィリアムス間を、 次期コアメモリに置き換えて1024ワードのメモリが提供された。同様にユニバック1103も1956年に 1103A にアップグレードされ、ウィリアムス間に代わってコアメモリが搭載された。1103で使用されたコアメモリのアクセス時間は10マイクロ秒だった。ありがとうございます。